1973年の阪神タイガースでは、1973年の阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、金田正康が二度目の監督就任をしたシーズンである。1972年に村山実前監督の指揮権返上を受けて、監督代行のまま指揮を取った金田正康がこの年から、再び監督に就任。 金田新監督のもと、前年に役新の原動力となった、江夏豊や上田二郎をはじめ古沢健治、谷村聡志慶らがローテーションを守るなど投手陣は、盤石。チームは、開幕から前年8連覇の巨人が苦戦したことも、ありまずまずのスタートを切ると、7月までは、中日と首位を争った。8月30日の中日戦では、 江夏と中日先発松本幸津による投手戦で延長11回まで中日打線を無安打無得点に抑えていた江夏が自らさよなら本塁打を放ちプロ野球史上初となる延長戦ノーヒットノーランを達成。チームも勢いに乗りこのまま首位を固めるかに見えたが巨人が猛追し10月10日から高楽延球場での直接対決を迎える。 第一戦は4番で、正捕手の田淵光一が、逆転満塁本塁打を放ち、最後は江夏が締めて、第一戦を逆転勝利。翌11日の試合は3回まで7対0とリードするが、そこから巨人打線が反撃すると江夏が打ち込まれ、後を受けたリリーフ陣も失点し、勝てる試合を10対10で引き分け。その後、両チーム一進一退の展開が続き、 20日の対中日戦に勝てば優勝に一気に近づいたが中日先発星野戦一の前に打線が沈黙優勝の行方は2日後の甲子園での巨人との最終戦直接対決に勝った方が優勝という劇的な展開に持ち込まれたが投手陣が巨人打線に打ち込まれて0対9で大敗し9年不利のリーグ優勝はならず試合終了直後には敗戦に起こった 阪神ファンが退去して、グラウンドになだれ込み、三塁側巨人ベンチを襲撃。逃げ遅れた、巨人、大貞田春ら数名が負傷するというアクシデントが、発生。巨人、川上哲次監督の胴上げも行われない、異常事態となった。また、この年の巨人戦は戦術の試合の他に、7月1日には、先発、上田が9回裏西までノーヒットノーラン。 最挙達成まで、あと一人というところで、長嶋茂雄にヒットを打たれるも完封勝利。8月5日には、黒江幸信の放った打球を、センターの池田純一が芝生に足を取られて転倒し、攻一。正規の落球とも言われたプレーでチームは、逆転負けを喫するなど、印象的な試合が多かった。一方、グラウンド外では、険悪な出来事もいくつか起こり、8月には、 遠征先の名古屋の旅館で以前から金田監督に礼遇され不満を募らせていた。鈴木幹部がシーズン終了後の11月23日に行われたファン謝デー終了後には以前から金田監督と確執のあった近藤正俊氏がそれぞれ金田監督をオーダーする事態が発生した。鈴木は事態発覚後に球団から1ヶ月の禁慎処分。 同年限りでの引退が決まっていたゴンドウに至っては、セリーグから金属20年の連名表彰を授与されるはずだったが、この一件で取り消しになり、自由契約扱いでの対談となった。ありがとうございます。